皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回も、ファイナルファンタジー2を、攻略していきたいと思います。前回は、はるばるディストまで来ましたが、竜騎士団はすでに全滅。最後の飛竜に卵を託され、洞窟の奥の命の泉に持っていきました。帰った時、すでに飛竜はなくなっていたけど、まだ、最後の竜騎士が生きているかもしれないという情報は掴んだんだぜ。竜騎士が見つからないまま、一旦アルテアに帰ることになります。それでは早速始めていきましょう。最後の竜騎士は、究極の魔法を探しに行ったって聞いたんだけど。そういえば、ミンヌも究極の魔法の封印を解くとか言ってたわよね。ミンヌはまだ帰ってないのかしら？どうだろうな。王女様は、一体どうなされたのかしら？話しかけても笑うだけで。そういや、王女様の様子がおかしかったな。ああ、かわいそうな比喩。僕、見ちゃったんだ。王女様がネズミを食べているところを。え、それはいくらなんでも。いや、それが本当なら、大変なことになるわよ。王女様の様子が変なんだ。会って話してみてよ。王女様はずっと寝室にこもったまま、誰にもお会いにならない。もう、随分大変なことになってるぞ。ゴードン王子にも聞いてみましょう。ヒルダがすっかり変になってしまった。一度会って話をしてくれないか。私にはどうしたらいいかわからない。もうちょっと、ゴードンにはしっかりしてほしいけどな。ともかく、王女様に会ってみましょう。フリオニール、あなたに話があるの。なんでしょう。私たち、外に出てるわ。え、ちょっと、え？なんだ？どうしたの？そばに来て。お、王女、そんな。早く来て、じらさないで。ごく。かかったな、クリオミル。死ね。くそ、王女に化けていたな。化け物、そうはさせないよ。ここでボス戦か。ラミアクイーンは強敵よ。古代の剣で弱らせてから叩きたいけど。つまり、いつも通りだな。そううまくいくかどうか。うわ、強い。呪いも発動率が低そうね。眠りだと？追加攻撃の眠りが発動することがあるわ。こっちの呪いはまたダメか。やばい、ガイが誘惑された。幸い、誘惑の効果は次のターンからだけど。よし、呪いにかかった。レイラはどうした？いやー、弓を外しちゃったから。使うなら魔法にして。もう、まったく。よし、倒した。ふう、なんとかなったか。ありがとう、レイラ。油断しちゃダメ。女は怖いんだよ。王女、本物、どこ？大変です。パラメキアで討議会が開かれ、その商品が、なんとヒルダ様だそうです。私も一緒に行かせてくれ。ヒルダを助け出さなければ。ゴードン、あんたの気持ち、わかるよ。ここはあたいらでなんとかするよ。行ってきな。レイラが仲間から外れたわね。ということは？チェンジで。おいおい、それはないだろう。まあ、ゴードンは仕方ないとして。どうした？やっぱり、やり直しましょう。え、何を？今の、ラミアクイーン戦よ。ドロップアイテムの、リボンが欲しいのよ。リボン？すべての状態以上に耐性を持つ、究極の頭装備なのよ。でも、もう一回、あれと戦うのか？一回と言わず、何回でもよ。ここ、毎回見せられんのか。サクッとカットして、戦闘へ行くわよ。おし、倒したぞ。問題はこの後ね。レギル、
何か落としたわよ。賢者の知恵、だって。外れよ、次。なんか、ひどい状態になってるぞ。誘惑球を連発されると、どうしようもないわね。混乱は直せないのか？直せるのは、バスナのレベル5が必要よ。バスナは育ててないし、今からレベル5は無理よ。これは、厳しいか？害の攻撃力が恨めしい。おお、倒した。よし、何を落とした？ダイヤの胸当て。外れ。これでいいことにしようぜ。ダメよ。ここで初志貫徹せずして、何の実況者か。ああ、もう。ラミアクイーンは、何をドロップするんだよ。賢者の知恵、ダイヤの胸当て、金の髪飾り、守りの指輪、そしてリボン、の5つね。ドロップがないときは1万ギルよ。その中から、リボンを積もらなきゃならないのか。ドロップ率自体は悪くないと思うんだけど、ラミアクイーンが容易に倒せないのが問題よね。あとは、物欲センサーが邪魔をするのが、ね。それだよそれ。絶対時間かかるぞ、これ。ああ、3人混乱した。じゃあ、死んだ。混乱立て直せないわよ、リセットよ。あ、もうダメだわ。え？ブリンク16をかけられたから、もう直接攻撃は当たんないわ。うわぁ、なんか、罪の要素がたくさんあるじゃないか。そうよ。初回で撃破できたのは運が良かったのよ。もういいや。ねえ、これ何回目？そんな、これ何問目？みたいなこと聞かないでよ。こっちはもう2日目に突入してるんだから。そういや、そうだったな。はい、ということで。このように、リボンは獲得できました。ドロップした瞬間は？すいません、録画してませんでした。録画したファイルが大きくなりすぎて、データがパンパンになってしまい、ドロップの瞬間を撮るのを断念いたしました。本当に、申し訳ございません。これ以上、ここに時間をかけるわけにもいかないので、先に進めさせていただきます。まあでも、撮れてよかったじゃないか。二日がかりとはいえ、時間にしたら5、6時間だと思うけど、このアイテムに、それだけの時間を割く意味があるのかは疑問よね。それだけの時間があれば、終盤まで進めてたかもしれないしな。じゃあ、次、行きましょうか。闘技場に行くんだったよな。闘技場はパラメキアにあります。で、パラメキアは？パラメキアかい？カシオンのずっと南さ。でも、パラメキアの砂漠に住むモンスターは強いっていう噂だぜ。ああ、砂漠で見かけた建物か。ここのことは心配しなくていいよ。なんとかやっていくから。急に頼もしくなっちゃって。闘技場に向けて出発。ここら辺から、上陸してみましょう。うわ、気持ち悪い敵。FF って、気持ち悪い敵もそのまま出してくるのよね。もうちょっとコミカルにしてくれていいのに。虫系にはブリザードがよく効きます。こういう出方をされると、ちょっと嫌なんだよな。カエル系は霊気が弱点だけど、それ以外は弱点がないから、地道に倒すしかないのよね。そんなこんなで、闘技場、到着。絶対なんか出そう。出るわね。誰だ？さあ、戦うのだ。勝者にはフィン王女、ヒルダを与えよう。皇帝？あ、これはどっかで見たシチュエーション。ほら来た。おお、ベヒーモス。かっこいい。それどころじゃないでしょ。こいつは魔法を吸収するので、物理で殴りましょう。いつものように、古代の剣も有効なので、活用しましょう。
攻撃力が高いので、こちらはブリンクなどで回避を上げておくといいでしょう。防御も高いな。お、ゴードン、頑張ってるな。呪いにかかったぞ。お、いい感じ。よし、倒したわね。意外とあっけなかったな。混乱とか眠りとか、厄介な攻撃がなかったからね。見事だ。氷を使わそう。皇帝を倒すチャンスだ。いや、違うと思うな。いい見せ物だったぞ、クリオニール。お前たちの正体など、すでに見切っておったわ。ですよねー。ふっ、牢屋にぶち込んでおけ。おい、レオンハルト、てめえ。ふっふっふっ、予定通りよ。なに？監視さん、ひ、貸してくんない？今時、そんなのに引っかかるやつおらんやろ。そんな、私の完璧な計画が。ちょっと待った。なんか、外の様子が。ぼか、つか、ボタン？鉱山で助けてもらったお返しだ。俺は狩りを作るのが嫌いでね。さっさと逃げるんだぜ。ふ、すべて予定通り、嘘つけ。後で、ボールによくお礼言っとけよ。はーい。ともかく、ここに王女も捕らえられているはずよ。探し出して救出しましょう。ああ、急ごうぜ。毒消ししか入ってないのにモンスター？罠よ。とは言っても、私たちの敵じゃないわね。はい、外れ。こいつ、追加攻撃で混乱をしてくるから、弱点の炎属性でさっさと倒しましょう。楽勝。お宝部屋発見。右上の小部屋から、上の階へ。確か、ここら辺に、隠し通路か。ショートカットできるので、覚えておきましょう。王女だ。ゴードンとはここでお別れなので、装備は返してもらいましょう。ゴードン、お前はいいやつだったよ。死なないからね。王女、今開けます。ヒルダ、大丈夫か。ゴードン、あなたが。ゴードン、王女を連れて先に逃げろ。俺たちが敵を引きつける。わかった。気をつけろよ。さあ、こっちもさっさと逃げ出しましょうか。あ、また。道間違えた。左下から上り階段へ。闘技場か？出口は近いわよ。皇帝は、いるわけないか。無事脱出。王女たちも、ちゃんと脱出できたかな。一緒に来た方が安全だと思うけど。そこは美学ってもんがあるのよ。私たちも、アルテアに帰りましょう。うん？反乱軍は立ち上がった。まず、臨場を取り戻そうと。ヒルダ王女やゴードン王子は、みんな、臨のそばのキャンプにいるはずだ。あなたたちも、一刻も早くキャンプに行き、反乱軍の力となってくれ。なんか急だな。おい、ゴードンが舞い上がって暴走してるんじゃないでしょうね。俺たちが行かないと始まらないだろ、まったく。はい、というところで、今回は終了となります。帝国軍から、無事、王女を救出しました。これを機に、反乱軍は臨場奪還のため、総攻撃をかけるみたいだな。
ゴードン王子のやる気が空回ってなきゃいいけど。あとは、フリオニールたちが、どんな役回りをするかだな。最後まで、ご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それじゃあ、またねー。